400メートルハードルの決勝が行われます。大会記録は53秒37です。では選手のご紹介です。第2レーン大平君かえらに、第3レーン小平君のお手伝い、東京大学部、第6レーン佐々木学南、第7レーン和田君京都工学院、第8レーン石井君堀川、第9レーン片山君斉藤、以上の人は5年目のハードルの決勝です。